スターホース3プレミアカップファイナル。ただいまよりプレミアカップを開催します。小倉競馬場、天候は雪、馬場状態は芝、寮、ダート、オモで行われます。出場全14チームを紹介します。プレミアカップ1200m、 まずまずのスタートを切りました。果たして先頭に行くのは。ジョー・サトリアーニが後続をずっと離していきました。そのうちに9番ムスカ、そして外からはメロン、5番シージス、外を通りまして10番ブラックデンデン、そのうちからは2番キセル、それからもう1頭アルパカのボス有能なネズミさんが、その後ろ。歴史にその名を刻むのは果たしてどの馬なのか。先頭行くのは4番ジョー・サトリアーニ、内を通って弱虫モンブラン、これと一緒にドレスローザアルパカのボス、そしてその後ろからパラグロ、先頭ジョー・サトリアーニ、外から懸命にパラグロ、ピンクの帽子アルパカのボス、パラグロ先頭、パラグロが勝ちました。アルパカのボスは2着3着にジョー・サトリアーニ。第1レース、1着3番、2着14番、3着4番、以上のように確定しました。プレミアカップ2600m、まずまずのスタートといったところでやります。さあ何が行くのか。弾丸ライダーが早くも何が何でも行くんだという感じ。リナモ休み、これが一番人気の鉄板レジェンド、この手応えはどうか。ダイワーラビアンカチ、ガレイビャクレイ、それからロットリキモちゃん、そしてその後ろからクロムサイ、トンデミーナがかわしていきました。ウォーターウォールがそのうちにいます。場内はどっと来ている、場内はどっと来ています。鉄板レジェンドは6番手といったあたり、先頭は弾丸ライナー、頑張る頑張る、リナモ休みも懸命に追う。3番手にトンデミーナ、黄色い帽子リナモ休み、トンデミーナも懸命に追う。このあたりで先頭はトンデミーナ、リナモ休み、並ぶか並ぶか、トンデミーナ先頭、トンデミーナが勝ちました。リナモ休みは2着3着にガレイビャクレイ。第2レース、1着14番、2着7番、3着13番、以上のように確定しました。
レミアカップ1800m、まずまずのスタートを切りました。果たして先頭に行くのは。バファローベルが後続をずっと離していきました。そして3番手に14番エアスピネルであります。内を通ってスルスルとボッサンプリーズが上がっていきました。その外に4番アルカライト、12番インサイドストーム、クロムナミ、そしてその後ろから7番ブラックオールパール、5番デムリアインパクトが上がってまいりました。さあスタンドからは大歓声、いやー日本中から大歓声だ。バファローベルは4番手といったあたり、ボッサンプリーズが先頭だ。黄色い帽子ブラスシコ、外を通ってアルカライトかわした。2番手にブラスシコだ。1着ブラスシコ、2着ボッサンプリーズ。第3レース1着8番、2着2番、3着4番以上のように確定しました。プレミアカップ1700m、まずまずのスタートを切りました。果たして先頭に行くのは。5番アイアスティン先頭、そして1番その後ろ3馬身くらいあって、7番ブルーグラッセ、そして4番手に11番サイチキスであります。13番ワンマルハート、内を通ってロレックスオードリー、外を通りましてマトローナ、イエスの娘がそのうちにいます。歴史にその名を刻むのは果たしてどの馬なのか。シホチャンビール直線の伸び足はどうか。2番手にリーピングブーツ先頭、アイアスティン、アイアスティンが2馬身リード、ワンマルハート先頭、3番手にリーピングブーツロレックスオードリーが2番手、ワンマルハート先頭1着ワンマルハート。さあこれでポイント争いは大混戦。第4レース1着13番、2着9番、以上のように確定しました。プレミアカップ1200m、まずまずのスタートを切りました。果たして先頭に行くのは。14番エティハド先頭、そして11番その後ろマスタード、外から1頭7番ディスゲームグラスアプローチ、その後ろ3馬身くらいあってマグロさばきます。2番メタルスラック、黒い帽子が馬込みで入れています。そしてその外にシャウトツアトップ、さあこの直線の向こうに最高の栄誉が待ち受けています。メタルスラック馬群をさばききれるかどうか。3番手にバルサムヨッチャン、内から懸命にデネロッテ、青い帽子スゲスヨ委員長、スゲスヨ委員長先頭だ、かわした。2番手にバルサムヨッチャンだ、1着スゲスヨ委員長。ウィン5の結果をお伝えします。第1レースから順に3番14番8番、13番、6番、以上のように確定しました。